さあ行きましょう。罰の砂丘、なんとか因縁のエリアを抜けたと自分的には思っています。これでこのフロアで階段なかったら街笑けるけどな。もうほんまにもうほんまに叩き壊すかもしれん。もうあれです、基本的にはアイテムをチラ見したら階段を見つけてどんどん降りていくスタイルでいきます。おー、嫌がらせのような配置。強いね、やっぱり盾ですよね。やっぱり盾勝ってよかったと思う。安心なんだよ、安心なのよこれ。本当に安心感が違うんだから。安心生命さんなんやからこれ。違いすぎるぜ。武器の爽快感もいいけどね。一時しのぎの杖か。やったらねいいなと思うのは、階段の位置が分かりやすいから攻略が早いっていうことですよね。持っていこう、持っていきますわ。鈍足よりもねこっちの方がいいかなと思う。こう階段探してるときに階段を見つけやすいんですよね。もうここまで回っちゃったらあれですけど、ラブラドライト、そんなレアなもんっていうのもないんやろね。うーん、サビよけで、このダンジョン別に難しいダンジョンじゃないから。特色もうそんなないし、まあそうやな、普段の試練の一番最初のダンジョン、つまりそのシナリオの最初のダンジョンって感じの難易度って感じ。あっちがほら細切れに行くじゃないですか、いろんな派生したりとか、それをさせないダンジョンがこっちって感じですよね。だから逆に言うとそれ以外のだからどうこうっていうのは別に、感じないって感じですね。だから何っていう、まあ唯一あれですよ、階段がないことだけですよ。でも難易度は激ムズですね。僕そんなに今回も死んでないじゃないですか、そこまでは。唯一完膚なきまでにやられたのがあの大事件やったんで、一生引きずるトラウマになりましたよ僕は。正直なこと言って、試練してる、試練プレイヤーやったら絶対分かってもらえると思います。あれは一生引きずるトラウマになる、なりえます。運営さん聞こえるか、階段見つかりません。カツオ節きた、かじれるやつね。カッパのお皿や、カッパのお皿入ってたっけ、カッパのお皿入ってたっけ。あるある、投げ物よけあるな。スパークソード、大きいおにぎり、巨大なおにぎり、爆睡、復活、紅色70。はい、サビよけ打って
りました。失礼します。もう僕はあれです、基本的にはもう合成が欲しいだけなので、これマゼルン来てくれるかな。でも来てくれるとしたら多分もうすぐなんですよね。その同じぐらいの難易度って僕言いましたけども、そんな感じなので、となると24回とか、まあその前後でマゼルン来てくれて、来てくれてもいいかなみたいな感じはします。アイテム数はまあまあ多いな。21回、まあ見せなければ降りていいでしょう。22回、かっけー。ちょっとアレンジバージョン、雑草にしよったかな。はいはいはい、舐めた真似を。はいはい、雑草。うわ、もうだからこの辺のフロアも滞在する意味はもうないと言っていいかな。長くいればいるほどもう雑草に変えられるだけやし、自分のアイテムも多分投げてきよって雑草にされるパターンやから、雑草避けみたいな能力がないとこれ危ないかもしれないですね。倉庫の壺とかに入れられちゃうんで。鳩、鳩は聖域。いたー、いた、こんなところに。久しぶり。めっちゃ久しぶりやん。連撃刀行っちゃって、よっしゃよっしゃよっしゃ、さらにここで強くしていける。ただ粘るかどうかはちょっと考えようかな。別にガチで粘る必要があるか、どうですかね。水切りの剣、水入って、水性特攻入ってないですよね。まあ入れる価値はあるな。きた、広い識別入ったよ。まあ、と言ってももう知ってるんですけどね、お祓いの壺が初めて入ったぐらい。全識別完了、杖が識別できるのは大きいですね。よし、火力が違うぜ。連続って出るかな、連撃見てみたい。一回あのメインのやつでなんか出ましたけどね、壺嵐か。ちょっと気をつけましょう。もうアイテムはないので雑草にされることはないので、昔なんか店のやつにも影響して店のもん全部雑草に変えられるとかあったんですよね。そのシリーズによるんですよね多分。店のもんは一切手出せないタイプのシリーズもあったと思うんやけど、
すごいですよ、ドラゴンと足を止めての殴り合い、最高やね。じゃあ俺らそんなに長いはするつもりはないです。行こうか、行きながら折ったら。でも予想通りでしたね、23回からでしたけど、だいたいこのぐらいに折るやろなとは思っていたので。お、なんだこのパターン。初めてや、外側にゴンって。燃え上がってレベルアップしたってどういうこと？燃え上がってレベルアップの意味が分かんないけど。やばいね、こんな苦しい時でもやるというね。けど倒せるよね。爆炎入道弱えんだよバカ野郎が。話にならない甘ったれ。あいつせっせせっせと変えとるわ。もうだるいな。クソやねほんまこいつ。うーわ、何の意味もないやん。だからもう言わんこっちゃないね、もうこんなとこ。何の意味もない。うわ、いや硬っ、硬い。こいつとマジで戦えるかな、ガチンコ。太ってる状態やったら楽勝やと思うけど、ガチンコ行ってみる。金縛っちゃうんだよね。申し訳ないね、金縛っちゃうんだよね。金縛るつもりはないのよ、でも金縛っちゃうのよ。そうなってんのよね。よえー、話にならん。バッテリーが少なくなってる。すみません。もうケーブルやらんと、もうそろそろ言われる。ほんまに言われる。怒られる。よし、ケーブル置いた。すみません。30回ですからね。あーっと来たよ。いやこれね、ちょっと怖いわな。武器の方がまだそんなに強くない状況やから、いやこれで倒せ、クリティカル出て倒せてないですもんね。スチームロイド、いやあいつはやばいな。あいつだけはマジでちょっとなんか嫌やな。ちょっと一撃で倒せなくなってる。金縛っちゃうんだよね。ですよね、多分。うん、ドスコったからこれでいけんだろう。よっしゃ、二
25。おにぎりがおるということは覚えとかないといけないですよ。足を止めてのどつき合い、上等なんだよ。上等上等、いけるいける、全然いけてるよ。生地にしよう。生地は選択式やから。オッケーオッケー、ラッキー。おにぎりですね。おにぎりと痛み分け、痛み分けは置いておこう。くねくね、どうなんやろな、ほんまその意味あんのかな。探索する意味ですよ。マジで大したもんがないんですよ。マジで大したもんがなさすぎてね、どうなのかなっていう。合成の壺とかも一個も手に入らへんし。お？特製おにぎり。いや、知らんよな。よし、26。曲の感じ変わったけど、ダンジョンの感じは変わらず。まあまあまあ、握りはおるでしょうね。歌うポリゴン、最大満腹度減らすタイプ。まあもういいですよ、もう何やってこようが。まあ一番今過去一強い敵ってことですよね、この辺が。今まで試練6やった中で一番まあ強い敵でも、これでも多分中ぐらい、もう一段階上がおるはずなので、中程度だと思います。だから嫌がらせのレベルもせいぜい中程度ですよ、こんなもん。恐るるに足らん。来てる。デブートン強っ、まあ、強いですね。ガチンコでやらせてもらいます。いや、なんかこの結構深い階層来たらちょっとレアなもんくれたりとかないんかな、そういう優しみは。全然感じさせないですよね、その気配も。ドレインバスターは入ってない。持っていこうか。あそこ、何かは全然わからないですね。そうもいらんな。一応あのあれ対策でしたから。どれやねん、もういらないですね。おお、いやいや、いやい、そいやー、いや、28。ガラス識別していく。ラッキー、祝福されている。弾き避け、いいやん。じゃあ弾き避けしておきましょうか。居合がおるしね、識別も一回できるんですけど、どうしますか。
けやこら、のけのけ。店がなければ別に僕はもう用はないんで。ドスコイドスコイージー、なんだ読む、道具を寄せ込む、独創独創おにぎり、何これ。下です、ここです。シェア、さあ行きましょう。29、さあスピード上がってきたよ。お店なしということで気にせず突っ込む。階段見つけ即降りでいいです。オッケー、一時しのぎも使いたいですけどね。この真上って感じか、うん、このさらに上か。見つけた、はいはい。さあボスの可能性一応あるんで、枯渇戦になるんじゃないですか。余裕だと思いますけど。はい、地下の深いところに来たの、カンカンデリ。さあ、来た。はい、来た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 。うおー、砂と炎が。お前たちは確か邪刀さんにいた。それがなぜこの砂丘にいるのか。もしかして俺を追ってきたのか。似てんね、罰の化身。辰巳だと。あいつに言われて俺を楽しみに来たんだな。可愛いけどね、なんか。コッパのお母さんじゃ、これ。怒っとる怒っとる。怒っとるなぁ。一回戦って言うこと聞いてもらおう。やはりボス戦、何やってくるんやろ。まあ想定外のことってあるかなないでしょ。ちょっと遠距離でまず撃ってみるか。毒や燃えてなくなった。手下を呼び出した。燃えたな、めっちゃ。デブートも睡眠状態で、炎で多分全部いかれてまうんすよね。砂嵐を発生させた。足を止めては殴り合いやりません。じゃ効いてるよ、めちゃくちゃ効いてる。寝たやん、もう終わりやん。もう終わりです、僕の前寝たら。寝たら終わりやね。なんで、なんでだよ、どうしてなんだよ。お、これ決心の方やな。辰巳とね、こいつの関係性やから。晴れの日が続くとみんな笑顔になるんだ、気持ちがいいって言ってくれる。そういうことやね。みんなに喜んでもらいたくて雨をやめさせたんや。辰巳のやつは、かわいい。辰巳も少女の姿で表した。そう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 。これが神様の姿やね。姉ちゃん、姉ちゃんひどいやつなんだ。みんなを助けるために辰巳をとっつめてやったんや。そのせいで今度は干ばつ薬でみんなに苦しむことになったんやぞ。そこは見てないのかよ。1200歳、めっちゃ年上。さ、神様にしてはまだ幼いねや。何も考えずに枯渇の仕返しを勇者にお願いしてきたと。壮大なる兄弟喧嘩やったんや。
姉ちゃんが調子こいてる。やばいぞこれ。今度雨めちゃくちゃ降ってんじゃんこれ。そういうことじゃん。ほれほれほれ、雨降らせすぎなんちゃうのこれ。どえらいことなっとるかな。集中豪雨や。ゲリラ豪雨なってもたる。あかんねん、仲良くせなあかんねん。そうやねん。さあ今度はその辰巳をいさめなあかんねん。よし、クリア。ちょっと危険度見てみる。ネットの危険度ちょっと見てみたいなと思うんですよ。自分の危険度は15でしょ。15で消してるでしょ。これね、わかるんじゃない？ネットの危険度、あれ全然低い。低いな。そんなアホな。え、低。全然余裕で倒してるな。いや、ちゃうって、ちゃうって。ここで死んでる人いるでしょ、絶対。俺だけかよ。てか、まあ、めっちゃ少ないんやな、多分。レアケースなんでしょうね。姉ちゃんのところ行きたかったら声かけて。はい。よし、クリアした。もう、でももう、もうええわ、もうええわ。ここはもうええ。どこにいるって言おった？ちょっと待って。姉ちゃんのところ行きたかったら声かけてって言われたんですけど、どこ？なでなで。お小遣い全然あげへん。お小遣い全然あげへんね、マジで。まあ、倉庫の壺がちょっと今回はキーポイントになったな。マジでマジで。それのおかげでやっぱだいぶ気持ち的に助かった。なんかいかれたけどね、ボコーンと保存の壺は。いや、よかったよかった、本当に。このまんまの道具の感じでいけばいいかなと思いますよね。多分ね。じゃあ次回はここから行きましょうかね。こいつに喋りかけたら多分話が進んでいく形だと思いますので、頑張ります。